アレクサンダー・グラハム・ベルは、スコットランド生まれの科学者、発明家、工学者。世界初の実用的電話の発明で知られている。ベルの祖父、唐、兄弟は、弁論術と、スピーチに関連した仕事をし、母と、妻は老だった。このことは、ベルのライフワークに深く影響している。聴覚と、スピーチに関する研究から、聴覚機器の実験を行い、 ついに最初のアメリカ合衆国の特許を取得した電話の発明として結実した。後に、ベルは彼の最も有名な発明が科学者としての本当の仕事には余計なものだったと考え、書斎に電話機を置くことを断った。その後も様々な発明をしており、公務線通信、水中浴線、航空工学などの分野で重要な業績を残した。 1888年には、ナショナルジオグラフィック協会創設に関わった。その生涯を通じて、科学振興及び老舎教育に尽力し、人類の歴史上最も影響を及ぼした人物の一人とされる、こともある。デシベルなどに使われる、相対タニー、ベルなどにその名を残す。なお、鈴を英語で、ベルと呼ぶのは、コゲルマン語由来であり全くの偶然である。 ベルが会長を務めたナショナルジオグラフィック協会の月刊誌であるナショナルジオグラフィック日本版ではアレクサンダーグラハム・ベルとしているため本記事ではこれに従うが表記発音については客中参照。両親と兄弟1847年3月3日スコットランドのエディンバラに生まれる。成果のあった場所には2012年現在石碑が立っている。 メルビル・ジェームズ・ベルとエドワード・チャールズ・ベルという二人の兄弟がいたが、二人とも結核で若くして亡くなった。父は大学教授のアレクサンダー・メルビル・ベル、母はイライザ・グレースである。ベルが生まれた時の名前にはミドルネームがなかったが、10歳の時に父に兄弟たちのようなミドルネームが欲しいと懇願した。11歳の誕生日。 父はその願いを聞き入れ、グラハムというミドルネームを与えた。グラハムとしたのは、父の友人にアレクサンダー・グラハムというカナダ人がいたからで、その友人への敬意を込めて、それをミドルネームとしたのだった。父は彼をアレックと呼び続け、近親者や友人にもアレックと呼ばれていた。幼い頃から好奇心旺盛で、植物標本を集めたり、実験したりしていた。 その頃の親友ベン・ハードマンの家では製粉書などを営んでいた。若きベルは製粉書で困ったことはないかと尋ねた。そして製粉前の脱穀が重労働だということを知り、12歳のアレックは回転パドルとブラシを組み合わせた単純な脱穀機を作り、それが何年も実際に使われたという。お返しにベンの父ジョン・ハードマンは二人の少年に 発明のための作業場を与えた。幼い頃から感受性が高く、母から芸術、詩、音楽を教え込まれ、才能を発揮した。正式な訓練を受けずに、ピアノ演奏を習得し、一家のピアニストになった。普段は物静かで内省的であるにもかかわらず、訪問客があると、モノマネや腹話術のような、声のトリックでも手なし、楽しませた。 また母の聴覚障害が進行したことにも深く影響を受け、手話を習得し、母の側に座り家族の会話を手話で同時通訳した。さらに、母の額に直接口を当てて、明瞭に発音することで、母がそれなりの明瞭さで聞き取れるというテクニックも生み出した。母の聴覚障害について没頭するあまり、音響学を学び始めることになった。彼の一族は、 長年弁論術の教育に関わってきた。祖父アレクサンダー・ベルは、ロンドンで、おじは、ダブリンで、父は、エディンバラで、弁論術の専門家として活躍している。父は、ザ・スタンダード・エロキューショニストなどの著作で知られている。ザ・スタンダード・エロキューショニストは、イギリスで168冊まで版を重ね、アメリカ合衆国でも25万部以上を売り上げた。その中で、父は、 老和者に単語の発音を教える技法や、独身術で他者が何を喋っているかを推測する技法を説明している。父は、アレックや兄弟に、シワ法の書き方だけでなく、様々なシンボルとそれに付随する発音の識別法を教えた。ベルはそれに熟達したため、父の公開デモンストレーションでも実演し、聴衆を驚かせた。彼は、 シワ法で書かれていればどんな言語でも、事前知識なしに正確に発音でき、ラテン語、スコットランドゲール語、さらには、サンスクリットなどを発音して、人々を驚かせた。幼少期のアレックは兄弟たちと同様、自宅で父から教育を受けた。それ以外に早くから、エディンバラのロイヤルハイスクールに入学したが、最初の4学年まで修了した15歳の時に、退学している。 学校での記録によれば、欠席上習者で、成績も平凡だった。彼が興味を持っていたのは科学、特に生物学だったが、他の教科には全く無関心だった。退学後、アレックは、ロンドンへ行き祖父のもとに身を寄せた。祖父と過ごす間に、工学心が湧き上がり、真剣な議論や学習に時間を費やすようになる。 祖父はベルを教師にするために必要な信念と明瞭な和法を教え込んだ。16歳の時、スコットランドまでのエルギンにあるウェストンハウス学院で弁論術と音楽の教師の職を得た。同時に学生としてラテン語とギリシャ語を学びつつ、教師も務め、1回の授業あたり10ポンドの給料を得ていた。翌年、 兄メルビルが前年に入学したエディンバラ大学に入学。カナダに移住する直前の1868年、ロンドン大学の入学試験に合格している。1863年、父はアレックの科学への関心を育てるため、ボルフガング・ホン・ケンペレンの業績に基づいて、チャールズ・ホイート・ストンが開発したオートマタを店に連れ出した。このオートマタは、 人間の声を真似て喋る機会だった。ベルはこの機会に魅了され、ケンペレンのドイツ語の著作を手に入れて苦労して翻訳し、兄メルビルと共にオートマタの頭部を作り始めた。父はそれらに大いに関心を寄せ、二人に資金提供を約束し、成功したら大きな褒美をやろうと言って、葉っぱをかけた。兄が、 オートマタの喉と口頭を作り、アレックはより困難な本物そっくりの頭蓋骨の製作に取り組んだ。努力の結果、人間そっくりの喋る頭部が完成した。唇の動きを微妙に調整し、不意語で空気を気管に送り込むと、はっきりとママと発音し、その発明を見に来た近所の人々を驚かせた。その結果に好奇心をそそられたアレックは、 一家の飼っていたスカイテリア・トゥルーブを使った動物実験を行った。彼はその犬に継続的に吠え方、唇の使い方などを教え込み、犬はアアオがオママと喋るようになった。訪問者は犬がハウアレユーグランマと喋ったことを信じられなかった。多くはアレックのいたずら好きの性質を知っていたが、ベルは彼らが喋る犬を目にしていることを納得させた。 この音声に関する最初の実験から、アレックは音差を使っての共鳴など、音響伝達について真剣に研究するようになる。19歳の時、それまでの研究成果を論文にまとめ、父の同僚だった、言語学者、アレクサンダー・ジョン・エリスに送った。エリスはすぐに、同様の実験はすでに、ドイツで行われているという返事を出し、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツの著作座、 センセーションズオブトーンアズエ a フィジオロジカルベーシスフォーザセオリーオブミュージックをアレックに課している。ヘルム・ホルツがすでに音差を工夫することでボインを生成するという研究をしていたことを知って狼狽した。アレックはそのドイツ人科学者の著作を熟読した。そこで彼はドイツ語の理解不足からある誤解をし、その誤解がその後の音声信号伝送の業績の土台となった。 当時を振り返ってベルは、その主題についてよく知らない私は、母音を電気的手段で生成できるなら、死音も生成できるだろうし、文を喋らせることもできると推測したと述べ、私はヘルムホルツが、そこまで実施したのだと思った。そしてそれは、私が、電気について無知だったための失敗だった。それは貴重な失敗だった。 もし当時の私がドイツ語を読めたなら、私は決して実験を始めなかったかもしれないと述べている。1865年、ベル一家はロンドンに引っ越したが、アレック本人はウェストンハウス学院に助手として戻り、空いた時間で最小限の実験器具を使って音響についての実験を続けた。主に電気で音声を伝送する実験を行い、後に自分の部屋から 友人の部屋まで電信線を引いた。1867年後半には極度の疲労で健康を害している。弟エドワードも結核にかかり、同様に寝たきりとなった。アレックは翌年には回復し、イングランドのバースにあるサマーセット大学で講師を務めたが、弟の病状は悪化した。結局エドワードはそのまま亡くなり、アレックはロンドンに戻っている。 兄メルビルは結婚して実家を出ている。ユニバーシティカレッジロンドンで学位を得るという目標を定め、学位試験のための勉強をし、空いた時間も実家での勉強に当てた。父の手話法のデモンストレーションと講義も手伝い、ロンドンのサウスケンジントンにあったスザンナイ・ハルの私立老学校を知るようになる。彼が最初に教えたのは、そこの二人の老和の少女で、二人は、 彼の指導で、みるみる上達した。兄は、弁論術の学校を開校し特許も取得するなど、ある程度の成功を収めていた。しかし1870年5月、兄が結核をこじらせて亡くなり、一家の危機が訪れた。父も若い頃かかった病気がぶり返したため、ニューファンドランド島で療養することにした。唯一生き残った息子であるアレックも病弱だと。 気づいた両親は、長期的移住の計画を立て始めた。父は断固として、計画を推し進め、ベルに、一家の財産の処分をさせ、兄の残した仕事の後始末をさせ、両親と共に、新世界へ移住した。当時ベルは、マリーエクレストンという娘に恋心を抱いていたが、彼女はイングランドを離れることに同意しなかったため、しぶしぶ別れた。1870年、 23歳の時、ベルと兄の未亡人キャロラインと両親は、ネストリアン号という船で、カナダに向かった。ケベックシティに到着するトレッシャーで、モントリオールに向かい、さらに一家の友人トーマス・ヘンダーソン牧師のいる、オンタリオ州パリに滞在。まもなく近くのブラントフォードにほど近い10.5エーカーの、農場を購入。農場には、大きな屋敷、馬小屋、 豚小屋ヤ、トリや車庫があり、エリー湖に注ぐ、グランド側に面していた。ベルは車庫を改造して、仕事場とし、その裏の川岸にあるへこみを、夢見る場所と呼んだ。カナダに到着した頃は病弱だったが、気候と環境が良かったせいか、みるみる健康を取り戻していった。音声についての研究を続け、グランド側の対岸に、 先住民の居留地があることに気づき、そこでも、ホーク語を学び、その語彙をし、ワ法のシンボルに翻訳した。その業績はモ、モホーク族に喜ばれ、ベルは彼らの頭飾りをつけ伝統的なダンスを共に、踊り、モホーク族の名誉集長となった。仕事場を作ると、ベルは、ヘルムホルツの業績に基づいた電気と音声についての、実験を続けた。 電気を使って、音を離れた場所に伝送するピアノを設計。また1871年、シワ法を教えることを計画している父と共に、モントリオールに出向き、父は、守備よく、シワ法を教える職を提供された。ベルと、老学校の生徒及び先生たちベルの父は、マサチューセッツ州ボストンのボストン老学校校長、サラフラーに、同校のインストラクターに、 シワ法を教えてほしいと頼まれたが、彼はそれを辞退して、代わりに息子を推薦した。1871年4月、ボストンに出向いたベルは、守備よく、インストラクターへのシワ法伝授を成功させた。続いて、コネチカット州ハートフォードにある、アメリカンアサイラムフォーデで踏み打つ、マサチューセッツ州のオサンプトンのクラークスクールフォーザ、デフでも、同様の仕事をした。当時、 症候熱の後遺症で、老者教育が深刻な問題となっていた。6ヶ月後に、ブラントフォードに戻ると、ハーモニックテレグラフと名付けたものの実験を続けた。彼の遺症の根底にある概念は、一つの動線で、複数のメッセージをそれぞれ異なるピッチで送るというものだが、そのための送信機と受信機が新たに必要だった。将来に確信がないまま彼は、 ロンドンに戻って、研究を完成させることも考えたが、結局ボストンに戻って、教師をすることにした。父の紹介で、クラークスクールフォーザ・デフの校長がディナー、グリーン・ハバードが彼の開業を支援することになった。1872年10月、ボストンで、シワ法を教える学校、スクール・オブ・ボーカル・フィジオロジーメカニクス・オブ・スピーチを開校。 多くの若い老舎の注目を集め、開校当初に30人が入学した。後に、当時まだ幼かったヘレン・ケラーと知り合っている。1887年、ベルはケラーに、家庭教師アンサリバンを紹介している。後年、ケラーはベルについて、隔離され隔絶された、非人間的な静けさに風穴を開けてくれた人と、表した。ベルも含めた、 当時の影響力のある人々の一部には、聴覚障害を克服すべきものとする見方があり、金と時間をかけろう者に話し方を教え手話を使わずに済むようにすることで、それまで閉ざされていた広い世界への道が開けると信じていた。しかし、当時の学校では、喋ることを強制的に訓練するために、手話ができないように手を後ろで縛るといった虐待も行われていた。 ベルは手話教育に反対していたため、老文化に肯定的な人々はベルを否定的に評価することがある。1873年、ボストン大学で発生生理学と弁論術の教授になる。この頃、ボストンとブラントフォードを行ったり来たりという生活で、夏はブラントフォードの家で過ごした。 音響に関する研究を続け、音符を伝送する方法や音声を発する方法を探していたが、実験に十分な時間を当てることは難しかった。日中は夕方まで講義などで費やされるため、寄宿舎の部屋にレンタルした設備を揃えて夜遅くまで、次々と実験する生活を送った。 研究成果を奪われることを恐れ、ノートと実験装置を盗まれないよう施錠するのに大変苦労している。ベルは特製のテーブルにノートや実験装置を収め、ロックカバーの中に隠した。悪いことに彼はひどい頭痛に悩まされるようになり、健康状態が悪化した。1873年秋にボストンに戻った時、 ベルは音響に関する実験に専念するという重大な決断をした。ボストンでの収入を諦めると決めたベルは生まれつきろうの16歳のジョージ・サンダースと15歳のメーベル・ハバードという二人の生徒だけを雇った。その後の実験で二人は重要な役割を演じることとなる。ジョージの父、トーマス・サンダースはセーラム近郊の屋敷をベルに提供し、そこで ジョージの祖母も住み、実験室も失らえた実際に支援を申し出たのは、ジョージの母で、1872年にジョージと看護婦を、ベルの寄宿舎の側に引っ越させているが、トーマス・サンダースがその背後にいたことは明白である。合意により、ベルと生徒たちはそこで一緒に働くことになった。メーベルは理髪で、魅力的な娘であり、10歳年下だったが、 ベルの愛情の標的となった。彼女は5歳の誕生日を迎えた頃に、昇降熱で聴力を失い、独身術を学んだ。メーベルの父、ガーディナー・グリーン・ハバードは、ベルの支援者で友人であり、メーベルが、ベルの側にいることを望んだ。グラハム・ベル自ら電話機で話す、様子1874年、ハーモニック・テレグラフに関する研究は、 ボストンの研究施設とカナダの実家で新たな段階に入った。同年夏、ブラントフォードにてフォノトグラフを使った実験を行った。フォノトグラフはススを塗布したガラスに音の波形を描くペンのような装置である。そこからベルは音波と同じ波形の電流を生成できるかもしれないと考えた。ベルはまたハープのようにそれぞれ異なる。 周波数に調律された複数の金属リードを使って脈打つ電流を音に戻すことができるのではないかと考えた。しかし、これらのアイデアを実証するための施策は全く行わなかった。その頃電信が盛んに使われるようになり、ウアスタンユニオン会長、ウィリアム・オートンは商業の神経系と称した。オートンはコストのかかる。 新たな電信線の付接を避けるため、発明家のトーマス・エジソンと依頼者グレイに一本の導線で複数の電信メッセージを伝送する方法を研究させていた。ベルが複数の高さの音を一本の導線で伝送する方法に取り組んでいることをガーディナー・ハバードとトーマス・サンダースに伝えると、二人の裕福な講演者は、ベルの実験を財政的に支援し始めた。 特許に関しては、ハバードの紹介した、便利士、アンソニー・ポロックが面倒を見ることになった。1875年3月、ベルとポロックは、スミソニアン協会会長を務めていた有名な科学者、ジョセフ・ヘンリーを訪ね、ベルの考えている複数の金属リードを備えた、装置で、電信線を使って、音声を送受信するというアイデアについて、意見を求めた。 ヘンリーはベルが偉大な発明の方が思っていると答えた。ベルがそれを実現するのに必要な知識がないと述べると、ヘンリーは、では、それを獲得しなさいと応じた。これに勇気づけられたベルは、実験を繰り返したが、必要な実験器具を作れず、試作品も作れずにいた。しかしベルはそれ以前の1874年に、電気や機械に熟達したトーマス・エイ・ワトソンと、 出会っていた。サンダースとハバードの金銭的支援により、ベルはトーマス・ワトソンを助手として雇うことができ、二人は1875年6月2日にアコースティックテレグラフィーの実験を行った。その時ワトソンは偶然金属リードの一本を引き抜いてしまい、受信側にいたベルがその金属リードの倍音を聞いた。倍音は音声の伝送に必要である。 このことからベルは、複数のリードは不要であり、一つのリードで良いと気づいた。これにより、明瞭な音声は伝えられないが、何らかの音だけは伝送できる、電話のようなものができた。1875年、ベルは、アコースティックテレグラフを開発し、その特許申請書を書いた。アメリカでの収益は講演者である。 ガーディナー・ハバードとトーマス・サンダースと分配することで合意し、ベル・パテント・アソシエーションの協定を成立させる。これが幾多の変遷を経て、ベルシステムを完成させた AT&T へつながっていく。そこでベルは、オンタリオ州の知人ジョージ・ブラウンに頼んで、イギリスでも特許を出願し、イギリスで特許が受理された後に、アメリカで特許を申請するよう弁護士に指示した。 ベルの電話の特許一方、依頼者グレーも同様の用途の実験を行っており、水を媒体として音声を電流に変換する方法を考えていた。1876年2月14日、グレーは水を媒体とする設計の電話について特許予告記載をワシントン特許局に申請した。同じ日の朝、ベルの弁護士もワシントン特許局に、ベルの 電信の改良の特許室が2章を提出している。どちらが特許局に先に現れたのかについては議論があり、後にグレーはベルの特許の無効を訴えることになった。2月14日にはベルはボストンにおり、2月26日までワシントン DC を訪れていない。ベルの特許は、米国特許商標庁によって1876年3月3日に、 認可され3月7日に広告された。ベルの特許の請求範囲は、声などの音に伴う空気の振動の波形に似せた、電気の波を起こすことにより、声などの音を、電信のように伝送する手段及び機構だった。1876年3月10日、特許広告の3日後、電話の実験に成功。グレーの設計と似たような液体送信機を使っていた。 音を受けた膜が振動し、その振動で水中の針を振動させ、回路内の電気抵抗を変化させる仕組みである。最初の言葉は、ワトソン君、用事がある、ちょっと来てくれた前である。ワトソンは、隣の部屋の受信機でそれらの言葉を、はっきりと聞いた。ベルは、グレーの電話の設計を盗んだとして訴えられたが、ベルが、グレーの液体送信機の設計を使ったのは、 特許取得後で、しかも概念実証としての科学的実験でだけであり、明瞭な声を電気的に伝送可能であることを示すためだった。それ以降ベルは電磁式の電話の改良に集中し、グレーの液体送信機をデモンストレーションや商用に使ったことはない。ベルの特許が発行する以前、審査官は電気抵抗を変化させるという電話の仕組みについて、 優先順位問題を提起した。審査官はベルに、請求範囲にあるのと同様の仕組みが、グレーの予告記載にもあることを告げている。ベルは、彼が、特許申請書で示している。可変抵抗デバイスは、水ではなく水銀であると指摘した。ベルは、約1年前の1875年2月25日に、水銀を使った特許を出願しており、 依頼者グレーが水を使ったデバイスを申請する、ずっと前のことだった。しかもグレーは予告記載を撤回し、ベルの発明が先だったということに意義を申し立てなかったため、審査官は1876年3月3日に、ベルの特許を認可したのだった。グレーも、確かに独自に、可変抵抗を使った電話を発明したが、最初に、それを文書化したのはベルであり、 最初に、電話の実験を成功させたのもベルである。特許審査官ゼナズ・フィスク・ウィルバーは、後に、法廷で、ベルの弁護士のマーセラス・ベイリーとは、南北戦争で一緒に戦った中で、ベイリーに借金していたことを証言した。また、ベイリーに、グレーの特許予告記載を見せたと証言している。また、後に、ベルが、ワシントン DC の特許局を訪れた際に、 グレーの予告記載を見せ、ベルから100ドルを受け取ったと証言した。ベルは、一般論として特許について議論しただけだと主張したが、グレーへの手紙では何らかの技術的詳細をそこから学んだと認めている。ベルは審査官に金を払ったことはないと、先生証言で否定している。ブラントフォードで実験を続け、ベルは実動する電話機を自宅に持ち込んだ。 1876年8月3日、ブラントフォードと約8キロ離れた電信局から準備完了したことを知らせる電報を送った。証人として見物人を集めた状態で囁き声のような応答が返ってきた。次の夜、ブラントフォードからベルケまでの約6キロを電信線やフェンスに沿わせたり、トンネルをくぐったりして電話線を即席に引いて、 家族や客を驚かせた。これらの実験で電話が長距離でも作動することをはっきりと証明した。1876年の電話の実験成功の直後にボストン近郊のブリッジウォーター市販学校に留学中だった伊沢修司と留学生仲間でハーバード大学にいた金子健太郎がベルタクで電話を使って会話をしており、 日本語が世界で2番目に電話を通して通話された言語になった。1877年には電話機を日本へ輸出している。1892年、ニューヨークシカゴ間の長距離電話回線回通式店でのベルベイルとパートナーのハバードとサンダースは、その特許をウエスタンユニオンに10万ドルで売ることを申し出ているが、ウワスタンユニオン社長は電話を おもちゃ以外の何物でもないと考えており、買い取らなかった。2年後彼は友人に2500万ドルでも安売りだと考えるだろうと話している。その頃には特許を売ることはもう考えていない。出資者は100万長者となり、ベルも借金を返し終わると100万ドルの財産を築くようになった。この新発明を紹介すべく、ベルは一連の公開デモンストレーションと講演を、 科学界や大衆向けに行った。1876年のフィラデルフィアでの万国博覧会で電話を公開して国際的注目を集めた。この万博には海外からも大勢の客が訪れており、その中にブラジル皇帝ペドロ2世もいた。また、スコットランドの有名な科学者、ウィリアム・トムソン教にも個人的にデモンストレーションを見せ、ビクトリア女王には ワイト島のオズボーンハウスに招待され、監修の前で電話を披露した。女王は、そのデモンストレーションを、モーストエクストラオーディナリーと表した。そのようにして、この革命的危機の普及の土台を築いていった。1877年、ベル電話会社を創業。1886年にはアメリカで15万台の電話が使われている。同社の技術者は、電話に、 様々な改良を施していき、電話機は史上最も成功した製品の一つになった。1879年、ベル電話会社はエジソンのカーボンマイクの特許をウエスタンユニオンから買い取った。これによって、さらに長距離の通話が可能になり、受話機に向かって叫ぶ必要がなくなった。1915年1月、世界初の大陸間横断通話を行った。 ニューヨークの AT&T 本社のベルト、サンフランシスコのトーマス・ワトソンによる通話である。ニューヨーク・タイムズ紙は次のように報じている。1876年10月9日、アレクサンダー・グラハム・ベルト・トーマス・ A ・ワトソンは、ケンブリッジとボストン間2マイルに張った、電話線を通して、電話で話をした。これが、世界初の電話線を通した通話である。昨日の午後、 同じ二人がニューヨークとサンフランシスコ間3400マイルを隔てて電話で会話した。電話の発明者、ベル博士はニューヨークにかつてのジョシュワ・トソン氏は大陸のもう一方の端にいた。彼らは38年前の時よりも明瞭に互いの声を聞くことができた。科学的発明、発見に時折見られるように電話の場合も多くの発明者が 同時に開発を行っていた。ベル電話会社は18年間以上にわたり587件もの特許訴訟に対応し、そのうち5件は合衆国際高裁判所にまで持ち込まれたが、ベルの特許を任すことに成功したものはおらず、ベル電話会社が最終的に敗訴することはなかった。ベルの研究ノートや家族との手紙が、彼の長期の研究を証明する鍵となった。 ベルの会社の弁護士らは、依頼者グレーや、エーモス・ドルベアをはじめとする無数の訴訟を撃退した。ベルへの出身で、グレートドルベアは、ベルの以前からの業績を知っていたと認めており、それによって、彼らの主張は弱められた。1887年1月13日、アメリカ政府は、詐欺と偽証に基づいて、ベルの特許を無効にしようと提訴した。 その訴訟は最高裁まで続き、下級裁判所での元々の主張については判断を下さずに最高裁判所にてベルの会社側が勝利を勝ち取った。この裁判は9年かかり、その間に2人の検事が亡くなり、ベルの2つの特許も執行していたが、裁判長は判例として重要だということで裁判を継続した。当初の訴訟から、 双方の利害対立する点が変化してきたため、アメリカ合衆国司法長官は1897年11月30日、いくつかの問題に決定を下さないまま訴訟を取り下げた。1887年の訴訟でなされた証言記録の中に、イタリアの発明家、アントニオ・メウッチが1854年に世界初の実動する電話を作ったと主張した。 証言がある。1886年、ベルの関わった3つの訴訟の一つ目で、メウッチが発明の優先順位を決定づける証人として証言台に立った。メウッチの証言は発明の証拠物件が示されなかったため異議を唱えられた。噂によればその証拠物件はニューヨークのアメリカンディストリクトテレグラフの研究所で紛失し、 同書は1901年にウエスタンユニオンの一部となった。当時の他の発明と同様、メウッチの業績はそれ以前から知られていた音響に関する原理に基づき、初期の実験の証拠もあったのだが、メウッチがなくなったため、メウッチに関する訴訟は取り下げられた。会員議員、ビート・ホスラの努力により2002年6月11日、アメリカ合衆国会員は、 決議案269で、メウッチの電話の発明における業績は認められるべきであるという声明を採択したが、それで議論が集結するわけではない。現代の学者の中には、ベルの電話についての業績が、メウッチの発明に影響されたことを認めていない者も、もいる。ベルの特許の価値は、世界中で認められ、多くの国で特許を取得したが、ドイツでは、 特許出願が遅れた。その間にジーメンス・ウント・ハルスケが電話製造会社を設立して独自の特許を取得した。S&H は特許料を支払わずにベルのものとほぼ同じ電話機を生産した。1880年、ベルギーのブリュッセルに国際ベル電話会社を創業し、一連の合意を取り付けて世界的電話網の統合を成し遂げた。ベル自身は 頻繁に出廷しなければならず、仕事に支障をきたしたため、会社を辞めた。ベルと、妻メーベルと、娘エルシーとマリアン1877年7月11日、ベル電話会社の創業の数日後、メーベルハバードと結婚。ケンブリッジのハバードオタクで、結婚式を行った。花嫁への結婚のプレゼントとして、 新会社の彼の持ち株1497株のうち1487株を妻の名義に書き換えた。その後約1年間ヨーロッパへ新婚旅行に出かけた。新婚旅行とは言ってもベルは手製の電話機も傾向し仕事を兼ねていた。求愛したのは数年前である。ベルは金銭的に余裕ができるまでプロポーズを伸ばした。 電話で即座に収益を上げられたわけではなく、ベルの主な収入源は1897年までは抗議だった。婚約者からのちょっと変わった要求として、通称のアレックの綴りをあるからアレックに変えるというものがあり、1876年からはアレックベルと署名するようになった。夫妻は4人の子を設けた。LC メーベルは ナショナルジオグラフィック協会のギルバート・グローブナーと結婚。マリアン・ハバード・ベルは通称はデイジーで他に二人の男子が生まれたが共に幼少期に亡くなった。一家は1880年までマサチューセッツ州ケンブリッジに住み、その後義理の父ハバードが購入したワシントン DC の屋敷に引っ越し、1882年にはベル自身が購入した。 ワシントン DC の屋敷に引っ越した。ワシントン DC に住んだのは、特許に関する裁判が長く続き、頻繁に出廷する必要があったためである。1882年、アメリカが主国の市民権を取得するまでベルは、スコットランドでも、カナダでもイギリス市民だった。1915年、私は二つの国へ忠誠を誓うような外国系、アメリカ人ではないと述べている。 それにもかかわらず、彼が住んでいた、スコットランドカナダアメリカの三国でベルを、自国民と主張している。1882年から1889年まで、一家が住んでいた、ワシントン DC での屋敷1885年、新たな夏の別荘を持つことにした。その夏、ベル一家は、ノバスコシア州ケープブレトン島のバデックという、小さな村で休暇を過ごした。 1886年にもそこに赴き、バデックの対岸のブラスダークを一望できる場所に別荘を建て始めた。1889年、ザロッジと名付けたログハウスが完成し、2年後には研究室も含めた大きな複合建築物となった。ベルはその地を、故郷のハイランド地方にちなんで、ベインバリーと名付けた。 ベルはその後のご半生の大部分をワシントン DC とベインバリーで過ごした。ベルは実験に没頭することが多くなり、ベインバリーで過ごす期間が徐々に長くなっていった。夫妻はバデックの村民との交流を大事にし、村民として認められた。1917年12月6日、ハリファックス大爆発が起きた時もベルはベインバリーにいた。夫妻は ハリファックスの被災者救出に奔走した。後年のアレクサンダーグラハムベルベルといえば電話だが、彼の興味の範囲は、もっと幅広い。ベルの電気を書いたシャーロット・グレーによれば、ベルの業績は、科学全体にまたがっており、しばしば貪欲に新たな興味ある領域を探すため、ブリタニカ百科事典を読みながら、眠りについたという。その発明の際の範囲は、 単独で取得した18の特許と連名で取得した12の特許である程度を表されている。そのうち14は電話と電信に関するもので、4つはフォトフォン、1つは蓄音機、5つは航空機、4つは水中浴船、2つはセレン光電池に関するものである。ベルの発明は彼の興味の範囲を表しており、呼吸を補助する金属ジャケット。 難聴を検出する、聴力系、氷山の位置を特定する機器、海水から塩を分離する、研究、代替燃料についての研究などがある。ベルは医療関連でも幅広く働き、聴覚障害者に喋り方を教える技法を発明した。ボルタ基金で創設した研究所では、仲間と共に音声再生方法として、磁場を使って録音する手段を検討した。 彼らは簡単な実験をしたが実用的な試作品を開発するには至らなかった。今ではテープレコーダーハードディスクフロッピーディスクといった次期記録媒体に応用されている原理を発見したことに気づかず彼らはそのアイデアを捨ててしまった。ベルの自宅には原始的な空気調和が備わっており氷の大きな塊にファンで風を当てて冷風を送ることができた。また 燃料の枯渇や産業による公害を予測している。農場や工場から無駄にメタンガスが放出されていると指摘している。ノバスコシアの自宅でバイオトイレや大気中から水を得る装置などを実験している。市の直前に出版された雑誌に掲載されたインタビューで暖房にソーラーパネルを使う可能性を述べている。フォトフォン受信機。 ベルの光無線通信システムの一方の装置ベルは、助手のチャールズ・サムナー・テンターと共同でフォトフォンと名付けた無線電話を発明した。これは光のビームを使って音や声を伝送するものである。1880年6月21日、電波による音声通信が成功する19年前に、ベルの助手が発したメッセージを 約213メートル離れた地点のベルが受信に成功している。ベルはフォトフォンの原理が自身最大の発明だと考えており、電話よりも重大な発明だと記している。フォトフォンは1980年代に普及し始めた光通信システムの先駆けである。その主要特許は1880年12月に発行しており、 その原理が広く使われる前に執行している。1881年には金属探知機を発明したとされる。当時の大統領ジェームズ・ガーフィールドの体内に埋まっている弾丸を見つけるため素早く組み立てた。試験ではうまく機能したが大統領が横たわっているベッドの金属フレームが雑音を生じたため暗殺者の弾丸を見つけることはできなかった。下界は ベルの金属探知機について会議的で、ベルが大統領をベッドから移したいと言っても聞き入れなかった。一方、最初の試験でベルの金属探知機は全く無音であり、弾丸は大急ぎで作った機器で検出できないほど深い位置にあったとも考えられる。1882年8月にアメリカ科学振興協会へ論文を提出する前に、 ベルは新聞に実験に関して詳細な説明をしている。試験高校中のベル HD-4 アメリカ人で水中翼槽を研究していたウィリアム・イー・ミーチャムはサイエンティフィック・アメリカン誌1906年3月号の記事で水中翼の基本原理を解説した。ベルは水中翼槽を完成させたら大きな発明になると考えた。そこでこの記事に基づいて 水中浴船のスケッチを描き始めた。ベルト助手のフレデリック・ W ・ボールドウィンは1908年夏、水中浴船の原理が水上からの航空機の離陸方法に使えるのではないかと考え、実験を開始した。ボールドウィンはイタリアの発明家、エンリコ・フォルラニーニの業績を研究し、模型での試験を開始。それにより、ベルトボールドウィンは 軍用の水中浴船の実用化に向かうことになった。1910年から1911年にかけて、世界旅行に赴き、ベルトボールドウィンはフランスで、フォルラニーニと面会し、マッジョーレコでフォルラニーニの水中浴船に乗った。ボールドウィンは、飛んでいるように滑らかだったと描写している。バデックに戻るといくつかの模型を作って、実験を開始。 中でもドンナズ・ベックは彼らとしては初の自力推進する模型だった。概念実証を経てより実用的な HD-4 を開発。これはルノー製エンジンを搭載した水中抑船である。最高時速87キロを達成し、水中翼の効果で加速が速く、波が高くても安定して操縦可能だった。九百十三年、ベルは シドニー出身で、ノバスコシア州、ウェストマウントでヨット作りをしていたウォルター・ピノードを雇って、HD-4 の改良をさせた。ピノードは、ベインバリーの小型造船所を引き継ぎ、ヨット作りの経験を生かして、HD-4 のデザインを改良。第一次世界大戦後、HD-4 の改良を再開。ベルは、アメリカ海軍に報告書を提出し、 1919年7月に350馬力機のエンジン2機を提供された。1919年9月9日、当時の水上の世界記録である時速114.0キロを達成し、その記録は10年間破られなかった。AEA、e、シルバードアート1891年、ベルは飛行機の実験を開始した。アイリアルエクスペリメントアソシエーションは空を飛ぶことが、 夢だったベルが60歳の時、妻、メイベルの若者の支援を受けるべきだという助言に、従って結成したものである。1898年、ベルは三角水系の箱だこと栗色の絹を張った四面体タコを、複数組み合わせた翼を実験した。三角水の箱とシグレットは3号機まで作り、 1907年から1912年まで、無人及び友人で飛行を行った。ベルのタコの一部は、アレクサンダーグラハムベル歴史史跡で展示されている。ベルは、アイリアルエクスペリメントアソシエーションを通して、航空宇宙工学研究に貢献した。AEA、e、は、ノバスコシア州バデックにて1907年10月、妻、メイベルの死者と、 資金援助で正式に創設された。AEA、e、の会長はベルで、創設メンバーは4人の若者だった。アメリカ人のグレンカーチスは、オートバイ製造業者で、自作のオートバイで、世界最高速度を記録し、世界最速の男と呼ばれていた。また、後に、西半球発の1キロの公式な飛行を、成功させたとして、サイエンティフィックアメリカン誌に認められ、 世界的に有名な飛行機製作者となった。トーマス・セルフリッジは、アメリカ政府からオブザーバーとして派遣された軍人で、米軍の中で唯一航空機の将来を信じていた。フレデリック・ W ・ボールドウィンは、ニューヨーク州ハモンズポートで、カナダ人発の公式な飛行を行った。そしてジョン・マカーディがいた。ボールドウィンと、マカーディは、トロント大学の、新しくできた。 工学部を卒業している。AEA、e、では、タコで得られた知識をグライダーに適用し、さらにエンジン搭載の飛行機へと進んでいった。ハモンズポートに拠点を移すと、レッドウィング号を製作。竹でフレームを作り、赤い絹を貼り、小さな空冷式エンジンを搭載した、服用機である。1908年3月12日、ケウカコにて、 レッドウィング号で北米発の公式飛行を成功させた。設計の目新しい点として、コックピットを覆った点と方向打を備えた点が挙げられる。AEA、e、の発明として補助翼があるが、ロベール S のイコールペルトラも独立に発明している。補助翼は航空機の操縦手段として普及していった。その後、 ホワイトウィング号とジューンバグ号を製作し、1908年末には大きな事故を起こさずに150回の飛行を達成している。しかし資金が底をつき、メーベルが新たに1万5000ドルを提供してなんとか活動を続けた。AEA、e、が最後に設計した飛行機がシルバーダート号でそれまでの経験を活かして設計され、1909年2月23日、 マカーディが操縦して凍ったブラスダー湖上で初飛行しカナダで最初に飛行した航空機となった。氷上の飛行ということでベルは事故を心配し医師を待機させた。この成功をもって AEA、e、は解散となりシルバーダート号はボールドウィンとマカーディが創業したカナディアンエレドロームカンパニーが引き継いだ。後に彼らはカナダ陸軍向けに デモンストレーション飛行を行っている。ベルはアメリカでの優勢学運動とも関わりがある。1883年11月13日、米国科学アカデミーで、メモアールアポンザフォーメーションオブ、エーデフバラエティオブザ・ヒューマン、レースと題した講演を行い、その中で両親が先天的に老者だった場合に、老者の子が生まれる。 可能性が高いため、そのような婚姻は避けるべきだと提唱した。それとは別に家畜の繁殖を趣味として行っており、それが講じて、アメリカンブリーダーズ・アソシエーションの保護下にあった、生物学者、デイビッド・スター・ジョーダンの優生学委員会の委員に任命された。この委員会は明らかに優生学を人にも拡張適用した。 1912年から1918年まで、ニューヨークのコールドスプリングハーバー研究所の郵政記録所の科学諮問委員会委員長を務め、定期会合に出席していた。1921年、アメリカ自然史博物館が講演した第2回国際郵政学会議の名誉議長を務めた。これらの組織はベルが、不完全な人種と呼んだ人々の男子を法律化する。 ことを提案した。1930年代後半には、アメリカの半分の州が優生学的な法律を持っており、カリフォルニア州のそれは、ナチスドイツが手本にしたほどだった。1922年8月2日、糖尿病に起因する合併症により、ノバスコシア州ベインバリーの自宅で75歳で、亡くなった。悪性貧血も患ずらっていた。 最後に午前2時頃月明かりに照らされた風景を見たという。夫の長い闘病を支えた妻メーベルは私を置いていかないでと囁いた。それに応えるようにベルは手話で脳のサインをし息を引き取った。ベルの死の知らせを受けたカナダ首相ウィリアム・ライアン・がマッケンジー・キングはベル夫人に次のような電報を打った。あなたの偉大な夫が亡くなったことが 世界の損失であることを表明する。彼の名は、その偉大な発明とともに永遠に記憶され、歴史の一部となることは、我が国のプライドの源となるだろう。カナダ国民を代表して、感謝と同情の念をお伝えしたい。ベルの棺は研究室のスタッフが、ベインバリーの松を使って作り、四面体のタコの実験で使われたのと同じ赤い絹で打ち張りされた。 葬儀に際して夫人は、夫の生涯を祝福するため、列席者に黒い服装をしないでほしいと頼んだ。葬儀では、ロバート・ルイス・スティーブンソンのレクイエムの一節が、ジーン・マクドナルドによって唱えられた。アンダー、エイ・ワイド、アンド・スターリー・スカイ、ティグ・ザ・グレーブ・アンド・レミー・ライ、グラッド・ディド、アイ・ライブ・アンド・グラッドリー・ダイ・アンド、アイ・レーミー、ダウン・ウィズ、エイ・ウィル、ベルの葬儀の最後に、 遠距離の直接的通信方法を人類にもたらした男に敬意を表して北米のすべての電話が沈黙した。ベルは自分の所有する辞書であるベインバリー山の頂上に埋葬された。後には妻メーベル、二人の娘エルシーメイとマリオン、十人の孫が残された。ベルの銅像、ブラントフォードのベルテレフォンビルディングの中楼玄関にあり、 リンカーン記念館のリンカーン像とスタイルが似ている。電話の普及とともにベルの名声は高まり様々な栄誉と賛辞が贈られた。多数の大学から名誉学位を贈られた。存命中にも様々な賞を受賞し賛辞を受けている。1880年アカデミーフランセーズからボルタ賞と副賞5000フランを授与された。審査員には ユーゴーやデュマといった有名人もいた。ボルタ賞はナポレオン・ボナパルトが1801年に創設した賞でアレッサンドロ・ボルタを記念した賞である。ベルは歴代3位の賞を授与されている。ベルはこの賞金を使って基金を創設。その基金によりワシントン DC に聴覚障害の研究機関が創設されている。トーマス・エジソンが蓄音機に使った老館は その研究所で発明された。フォトフォンの研究も、その研究所で行った。その研究所は後に、アレクサンドル・グラファム・ムベル・アソシエーション、フォーザ・デフ・ハード・オブ・ヒアリングに組み込まれた。フランス政府は、レジオン・ド・ヌール・勲章賞を授与。英国ロイヤル・ソサエティ・オブ・アーツは1902年、アルバート賞を授与。1912年、フランクリン協会から、 エリオット・クレッソンメダルを授与された。1882年、ガーディナー・グリーン・ハバードと共同でアメリカ科学振興協会の発行するサイエンス思想館を支援した。1884年、IEE、e、の前身であるアメリカ電気学会の創設にも関わり、1891年から1892年まで会長を務めた。1888年、 ナショナルジオグラフィック協会の創設に関わり、第二代会長を務め、スミソニアン博物館理事も務めた。1914年、IA からエジソンメダルを授与された。銅像や記念碑も建てられており、例えば1917年、ブラントフォードのアレクサンドルグラハムベルガーデンズに、ベルテレフォンメモリアルが建てられた。ベルに関しては、手紙やノートの類が、 他の19世紀及び20世紀の著名な発明家と比較しても圧倒的に多く、また彼を検証する法人が丁寧に整理している。これはベルが学者で教育者であった点と、もう一つは特許に関して自分の発明が先行した点を証明する必要があった点が挙げられる。ベルの書いた、書簡、ノート、論文、その他の文書は、 アメリカ議会図書館とノバスコシア州のケープ・ブレトン大学にあるアレクサンダー・グラハム・ベル研究所に集められており大部分はオンラインで閲覧可能となっているそれらの記録を細かく整理した上で作成された電気が孤独の克服グラハム・ベルの生涯であるアメリカとカナダの最初の電話会社を含めて北米とヨーロッパにあるベルに関連する主な史跡としては 以下のものがある。ケープ・ブレトン島のアレクサンダー・グラハム・ベル歴史史跡に、ある、ベル博物館ベルとデシュベルは、音圧レベルなどの物理単位であり、ベル研究所が考案し、ベルにちなんで名付けた。1976年から、IEEE、e、は、電気通信分野の優れた業績を表彰する、アレクサンダー・グラハム・ベルメダルを、毎年授与している。 AG ベルから1940年発行1940年、アメリカ合衆国郵便公社はベルの記念切手を発行した。同年10月28日にボストンで発行を記念した式典が開催された。ベルの切手は大変な人気となり、すぐさま売り切れた。コレクターの間では、有名人が描かれた切手としては最も価値が高いと、されている。 ベル生誕150周年の1997年、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドが記念の1ポンド紙幣を発行した。紙幣の裏面には、ベルの横顔、署名、電話を利用する人々、音声信号の波形、電話機、手話、航空工学への興味を与えた、画ウ、遺伝学を理解するために研究した羊などが描かれている。同じく1997年、 カナダ政府は100カナダドルの記念金貨を発行した。また、2009年にはカナダでの初飛行100周年を記念した銀貨を発行した。他にも、世界各国で、ベルの肖像や発明品が、硬貨や紙幣のデザインに採用されてきた。ベルの名は、世界各地の教育機関、企業、通り、地名などの名前に使われている。 BBC が2002年に行った100名の最も偉大な英国人の投票でベルが57位となった。また2004年のトップ10グレイテストカナディアンズでも2005年のザ100グレイテストアメリカンズでもランクインしている。2006年スコットランド史上最も偉大な10人の科学者に選ばれスコットランド国立図書館のスコティッシュサイエンスホールオブフェームに挙げられた。 ライフ氏が1999年に選んだ。この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人にも選ばれている。1906年、エディンバラ大学で法学の名誉博士号を授与された。サイのベルベルは若い頃大学を卒業できなかった。後に以下のような大学から名誉学位を授与されている。前述のように、1876年に、 米国留学中だった伊沢修二と金子健太郎は電話発明の噂を聞きつけベルの下宿先を訪問した。金子の階層によるとその家はボストン北部にある中流以下の住宅街にあり思わず尻込みするほどの貧しい雰囲気で屋根裏にあったベルの部屋も飾り気一つない殺風景なものだった。実用化に向けて資本家を探していたベルは 外国人が興味を持ってくれたことに、電話の将来を暗示されたようで嬉しいと語り、外国語で通話するのは初めてだと言って、居室と隣の実験室とに電話機を置いて二人に、実験するよう進めた。二人は互いに、おい、聞こえるかと呼びかけ、誰の声か判明できるほどであることに驚いたという。1898年にはベルが来日し、 東京と京都で講演したほか、天皇にも越見し、君山等を受訓するなど外国人としては破格の優遇を受けた。講演では、米国路教育事情の紹介と日本への提言の、ほか、全米地形地質学会の会長でもあったベルは、雨量と山岳の多い日本は、水力エネルギーの宝庫であると指摘し、日本の将来を鼓舞した。東京での講演は、 伊沢修二が、おしこ教育団としてまとめ、京都での講演については、刑蒙文書が、ベルシ来院記として出版したとして復刻。1904年に、金子が、日露戦争のための外債募集に渡米した際には、ロシアの勝利を信じて、日本国債購入に、消極的であった米国要人に、ベルが、日本の実情を説明し、母債の成立に協力した。 この時ベルの秘書をしていたグロブナーは、ベルの娘エルシーと結婚し、彼らの参上リリアンは、中日米国大使館初期官、カボットコビル夫人として、昭和初期に来日し、東京で男児を二人産んだ。コビルは、戦後ダグラス・マッカーサーの政治アドバイザーを務めた。レード・フォージド、ピーターサンドラ・エフ、ディスネ・バウルズコンソナンツ、ワイリー・ブラックウェル、ボイント、シン。 音声学の世界に踏み出そう田村厚生、貞光宮城分け、開拓者、2021年。ISBN 978から4から758922869。ありがとうございます。